え、どうも、てるんです。まずは皆様、新年明けましておめでとうございます。2021年初動画ですね。で、早速今回のメイン食材を持ってこようと思うんですけども、よいしょ、全部エビ。こちら通販で購入いたしましたボタンエビ8キロ分でございます。去年カンジャンセウっていう日本でいうエビの醤油漬けみたいな韓国料理、そちらを作ってまあうまいってなりまして、で満を持してそれのワタリガニバージョンカンジャンケジャンを作って、でどえらくうまくて、このカンジャンセウカンジャンケジャンのこのカンジャン、これと対をなすヤンニョム、こっちを作ってみたかったんですよ。ヤンニョムチキンに代表されるような甘辛いペーストのヤンニョム、あれで漬け込んだエビだから、ヤンニョムセウになるんかな。もうエビ自体のポテンシャルがとても素晴らしいエビですんで、ボタンエビ間違いなく美味しいと思う。というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。本日はヤンニョムセウということで、まずは、エビを漬け込んでいくためのヤンニョム、そちらから合わせていこうと思います。今回のヤンニョムに使う材料たちを、せーの、わーすごい、全然乗らん。じゃあまずはこういった香味野菜関係から参ります。で、それが終わってから、この唐辛子だったりとかコチュジャンだったりとか、こういったものに参りましょうか。使っていくお野菜たちが、こちらからリンゴ、玉ねぎ、生姜、ニンニクで、分量がこちらから5個、10個、第3つくらい60個で、こちらがヤンニョムに使う調味料関係になります。こちらから粉唐辛子、水飴、醤油、みりん、コチュジャン、お砂糖、ごま、ナンプラーで、今回の分量がこちらから800、800、600、600、600、400、400、400です。で、今回の800とか600とかこういった数字はグラムではなく、体積的な意味です。だから水飴だったら 800g ではなく 800ml っていう感じ。ちょっとややこしいですけど、お間違いなく。で、ちょっと詳しく見ていくと、こちらの粉唐辛子は韓国産のものを使ってください。こちらの韓国産の唐辛子と、まあ、俗に言う一味、日本の一味、これ比べると、韓国産ってそこまで辛さも強くないので、このぐらい使っても大丈夫なんですけど、これ日本のものでやると多分とてつもなく辛いものに仕上がると思います。普通にスーパーで韓国産の粉唐辛子売ってますんで、もしよかったらそちらを使ってください。で、このみりんに関してはもう一度煮切ってある状態です。煮切り終わった状態で 600cc で、一人異彩を放ってるこのナンプラー。こちらはですね、韓国でこういったものを作るときに、ミョルチエキス、もしくはカナリエキスっていうのを使うみたいなんですよ。で、このミョルチエキス、カナリエキス、何なのかというと、簡単に言うと、魚醤です。ミョルチエキスの方が、カタクチイワシを原料にして作った魚醤。で、カナリエキスっていうのが、イカナゴっていうお魚を原料にして作られたのがカナリエキス。で、カタクチイワシはまあ別にいいとして、イカナゴっていうのがなんかね、キビナゴのもうちょっと細長くなったようなやつ、なんかこのくらいのお魚みたいで、もちろんこの2つのエキス日本ではまあなかなか手に入らない。なので今回僕は同じカタクチイワシを原料とした魚醤ナンプラーで代用してます。ざっとこんな感じです。で、今回ものすごく量は多くなってますけども、全部20で割り切れるようにしてあります。で、おそらく20で割った分のヤンニョムの量だと、そうやな、エビ10匹ぐらいはつけれるかなと思います。で、実際今回も計算してブワーっと作って、まだ試作を僕作ってないので、もしかしたらちょこちょことね、分量変わっちゃうかもしれないですけど、そんならば行きましょう。リンゴは種は除いて、あとは適当。ちょっと細かく刻んでいるのは、この後ミキサーでブワーンとやりますんで、それがやりやすいように細かくしてます。だからこの後刻む玉ねぎ、生姜、ニンニク、これも同じです。
で続いてこちらの生姜、生姜ちょっとあの繊維が強いのでこちらの高度文明期だと多分完全には砕けないような気がする。ということで古代文明で、すり終えたらこれをこしてこちらの絞り汁を使っていきます。んじゃ最後ニンニク、一応新芽は取って、んじゃぶち新芽も取り終えましたらあと適当、でこちらの今覗いたニンニクの新芽、ここもあの炒め物とかに使えますんでね、まとめて冷凍しておくと便利。というわけで以上で香味野菜の準備完了。あとはここに文明を与えるだけで、こちら明らかに水分量が足りないのでおそらくこのまんまでは回らない、ということでこの生姜の絞り汁使ったり、あとは今回のお醤油とかナンプラーとかこういった液体を使いながら回してください。はい、これで野菜ペースト完成。じゃああとはこちらにあれ何もかんもぶち込んで、これを混ぜるだけ。全体がきれいになじめばこれでヤンニョムのベース完成。結構ね、リンゴのフルーティーさが効いてるかも。なんていうかね、もう味的にはもうほぼちゃんじゃ、うん、もう丸っきしちゃんじゃ。いやこれ自分で言うのもなんですけど、これめっちゃ美味しいよ。まあいや、とりあえずあとはこちらのベースに具となるこちらの青唐辛子と青ネギ、これをぶち込むだけ。一応分量としては青唐辛子が20本、青ネギ1束。ならば最後の仕上げに参ります。あとはこれを混ぜ合わせれば、あ、ヤンニョム完成。いやー時間かかった。では早速こちらのエビの解凍&下処理のその前にいろんなものをつけてみたい。というわけでメインの前にちょっと脱線に入ります。今回エビの他に一緒に漬け込んでいくものを2つご用意しております。両方ともどこのご家庭の冷蔵庫にも余ってるんじゃないですかね。まず1個目、タコ。んで2つ目、ブリの胃袋。今回こちらも漬けていきます。イメージ的にはこちらはタコキムチ。で、こちらはチャンジャ。本当はね、タラの胃袋で作りますけど、まあ、ブリでもできるでしょ。なるほど、早速作っていきましょう。じゃあまずはタコから。ちょっと作業しにくいので、ちょっと先端は先に落としちゃって。んで、足1本ずつ分けて、あとは食べやすいサイズ感にカット。ちょっとでかいな。あ、多分このタコ一回足食べられたんでしょうね。明らかにここから細いですもんね。再生したんでしょうね、ここね。でこのままですと多分水がビチャッと出ちゃうので、一度ここでよーっと水分は拭き取って、あとはジップロックからのヤンニョム。あとは一応空気抜いて、これで完成。じゃあ続いてブリの胃袋。これからちょっとグッと寄りますんで、魚の内臓を見るのが苦手だなっていう方は、10秒スキップをね、パパパパパッと飛ばしてくださいね。
ここに記載してある分数まで。はい、では参ります。せーの、ほい。こちらの胃袋をさばき終わった後、こちらの胃袋の内側のこのひだひだの部分、ここをきれいに包丁でしごいて、んでもって粗塩でガーッと洗ったものです。んでもって旬のお魚の内臓ですんで、やっぱアニサキスがいる可能性高いです。特にブリですし。なので一応冷凍してあります。先ほど解凍したものですね、これ。で、本当のちゃんじゃの作り方で言うと、まずは一旦胃袋を細かく切って、んで塩漬けにして、塩漬けが終わったらそれをきれいに洗って、その後ヤンニョムにつけて1、2週間ぐらいやったっけ、なんかそのくらい漬け込むみたいです。もちろん100人いれば100通りのする方あると思いますけどね。で、今回なんですけど、自分自身で調理した生の魚の内臓ってやっぱ怖いので、こちら一旦湯引きします。で、それを刻んでなんちゃってチャンジャーでいきます。これなら安全でしょう。では行こう。で、沸騰したお湯にお塩、ここに胃袋ちゃっぽん、どんぐらいかな、わりかししっかりめに茹でようかな。3分くらい。よっしゃ、オッケー。で、一度湯がくと取りきれんかった汚れがこう表面にふわっと浮いてきますので、一度これを水洗い。じゃあ、あとはこれを食べやすく刻むだけ。あとは同じくジップロック。んで、ヤンニョム。あとは一緒。はい、これでブリの胃袋のチャンジャ風完成。じゃあ、あとはこちらも冷蔵庫で一晩。では、ここからいよいよメインとなるエビの下処理に参ります。で、こちらまだカッキンコッキンに凍ってますので、今からこちらをね、解凍していくんですけど、もうこういった頭とか殻がついたこの状態のエビだったら簡単。まずはシンクにエビ丼、蛇口を持ってきてちょろちょろちょろ。殻付きエビは流水解凍。でこういった殻付きのエビは常温での解凍も冷蔵庫の解凍でもなく流水で。以前の動画でもお伝えしたんですけど、こういったエビの殻とかって時間が経つと黒く変色してきます。確かチロシンっていう成分の酸化現象なんですけど、それを起こさせたくないんで流水解凍です。で、このくらいの量ならだいたい10分から20分ぐらいかな。というわけで無事解凍終了。で、これからやっていきますことが、全部で3つです。まず1個目、まずはこの角と、それからヒゲと、あと足、ここ全部切り落として、で、あと見た目的に尻尾も切り揃えて、これで第1工程終了。可愛くなりましたね。で、このボタンエビ、甘くてこんなに可愛い見た目をしてますけども、全身いろんなところにこうトゲがありますんで、なんかね、軍手とかそういったものをつけると安心かと思います。あ、んで、これこんな感じで口の周りに食べ残しがある子はちょっとここ衛生的に掃除しときましょう。んで、工程その2、はい、卵取り出し。どうしてもね、このまんまつけちゃうと卵がね、食べにくいので、これでお腹周りきれいさっぱり。んで、最後、はい、綿抜き。だってこれなんでかわかんないんですけど、ボタンエビってあんまり背わたが入ってるイメージないんですよね。だから面倒であればもう最悪これしなくてもいいかも。やっぱ背わた少ないですね。あ、でも微妙に持ってる子もいた。やっぱした方がいいのかな。じゃあ、あとは水分はしっかりと切って、あとは大きめの容器にヤンニョムの床を作って、エビ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 で、その上からヤンニョム、これをペッと空気が入らないようにペッとやりながら、あとはひたすらこれの繰り返し。あとは全体を慣らして、しっかりとエビが空気に触れないように気をつけながら、よし。あとは密閉して冷蔵庫で1日寝かせるだけ。んで、こちらにございますのが余ったボタンエビ。ヤンニョムが足りんかった。
まあ、ただこういうこともあろうかとこちらを事前に作っておきました。カンジャンケジャンの漬け地。さすがにここまで動画にしちゃうと多分動画時間1時間超えちゃうので、もう今回はあらかじめ作っておきました。以前これを作った動画は概要欄と、あと動画の最後のおすすめ動画、そちらの方にね貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。足りるかな。微妙に足りん。こちらはちょこちょこ上下を返しながらつけていきましょう。でこちらも冷蔵庫で一晩。じゃあ最後がこちら、大量のボタンエビの卵。こちらは醤油漬けでいきます。作り方は至って簡単。まずみりん、こちらを電子レンジで加熱、吹きこぼれに注意しながら。そしてアルコールが煮切れたこちらのみりんと濃い口醤油、それから昆布水、これを1対1対1の割合で、はい、合わせるだけ。ちなみに今のこちらの昆布水はお水に昆布ペキペキっとってポイって入れて冷蔵庫で 5,6 時間ぐらい置いといたものです。でまだちょっとぬくいので玄関先にでも置いてちょっと粗熱を取りまして、よいしょ、無事冷めたらこちらをダーバー。あとはこちらも冷蔵庫へゴー。以上、これにて全ての仕込み終了。まあ大体15時間ぐらいで終わりましたね。それではまた明日お会いいたしましょう。ということで2日ほど経過いたしました。当初1日だけ漬け込む予定だったんですけど、こちらのカンジャンセウの方、こっちがね1日やちょっと味が薄かったんですよね。なので2日に伸ばしました。でだいぶ減ってますけど、つまみ食いしました。待ちきれんかった。じゃあここからはですね、もうエビは完成してますので、盛り付ける際に使うアシライと、あとお口の潤い、この2つをペパパッと作っていきます。ではまずお口の潤いからと思ったんですけども、ちょっといいこと思いついちゃったので、お口の潤いは一番最後にします。だから盛り付けの前ですね。なので先にアシライから。今回アシライとして使っていきますのがこちらのミョウガ、それからラディッシュの新芽んで、大根の妻はなんか今日スーパーに売ってました。なので今回こちらを使おうと思います。僕は大根のかつらむきが苦手なので、あと7秒やっていきましょう。あとは5分ほどさっとお水にさらして準備完了。じゃあ続いてラディッシュの新芽で、かいわれ大根とかもそうなんですけど、なんかこうこんな感じでこう内側に入ってるこういった種の殻、こういったものを取りたいので、僕は大体いつもこのパックに入った状態で、はい、お水ダバー。あとはこれを振り洗いしてあげると種がどんどん出ていきますんで、結構おすすめ。洗い終わったらお水ダバー。あとはこちらも5分ほど水にさらして辛みを抜けば準備 OK。 ではここからいよいよ今回のメインとなりますエビの殻むきですね。でちょっと僕今ささくれができているので、染みないようにちょっとゴム手袋をつけさせていただきます。じゃあまずは全部一度出していきましょうか。パッと見いい感じに使ってそうですね。じゃああとはこちらの皮を一心不乱に剥くだけで、今取ったこちらの殻も後で使いますんでね。さあこれは時間かかるぞ。ということで無事剥き終わりましたら、先ほどもお伝えした通り空気に触れるとエビ黒くなっちゃうので、今回のヤンニョム上からべっちょり、これで空気から遮断してあげるイメージです。ほんとすぐ黒くなりますからねエビって。ではこれにてエビはあと盛り付けるだけ。では最後お口の潤い、これを使いたかったんですよ、今剥いたエビの殻。じゃあまずお鍋に今回のエビの殻、
んでお水。エビの殻は何も洗うこともなく。んで天下。まずはちょっとエビのお出汁を取ります。まあ実際エビの頭も何も入ってないのでそこまでね、あのお出汁は出ませんけど、まあ内容かましということで、アクはきれいにしつつ、あとはコト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 15分。で多分このアクみたいなやつ、これ無限湧きですね。多分全部作ったら旨味も全部飛んでいっちゃいそうなので、まあ、ある程度作ったらもうこの辺で勘弁しときましょう。じゃああとはこれをこせば、はい、これでエビ出汁完成。今部屋中にカニしゃぶの香りが漂っております。うん、香りは甲殻類ですけど味は一切ないですね。甲殻類のヤンニョムの味。じゃあ一度お鍋に戻しまして、ガラスープの素適量。本当はね、あのだしだあっちが良かったんですけどね、売ってなかったんで鶏ガラスープで。んでもって今回のヤンニョム適量。イメージ的にはあれですよね、キムチチゲみたいな感じ。あとはここにお好みの具材、今回僕はベビーホタテとエリンギ。んでお豆腐、もう完全にあれですね、これはもうスンドゥブですね。あとはこちらをもう一度一沸かしさせれば完成。それではいよいよこちらを盛り付けていく。じゃあ盛り付けるにあたって、ちょっと今回中心に高さを出したいので、まずは滑り止めの大根の妻、その上からドン。よし、これで舞台は整った。はい、これでヤンニョムセウセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。エブ結構ボリューミーに見えますけど、僕は知ってます。あのボタンエビってすごく頭でっかちなエビなので、そんなに食べるとこないんですよね。多分実際の過食部は4キロくらいじゃないかな。まあちょうどいいくらいでしょう。んならばいただきます。ならば初手安定の、はい、お口の潤い。じゃあ冷凍庫に半端に余った冷凍オクラがあったので、これ適量加えて、ここに今回のスープダーバー。あーぬくもる。もうこれは完全にちっちゃなスンドゥブ。甘くて美味しいね。今回のヤンニョムが結構甘口ですんでね、まあ辛いけど、もうなんかこれだけで普通に一品料理としても成立してますもんね。これはうまいわ。じゃあちょっとですね、あの表面乾燥するのもすごく嫌なので、すいません、ちょっとこちらはもう一回ラップしちゃいます。ちょっと冷蔵庫持っていこう。でまずはこちらから、タコキムチ、チャンジャっぽいもの、卵、副菜3兄弟。じゃあまずこちら、タコキムチ、なかなかいい感じなのではなかろうか。予想通りの味すぎてコメントしづらいわ。普通にうまい。なんかね、これをあえた初日の夜、
ちょっとつまみ食いしてみたんですけど、あのね、もっともっと辛かったんですよ。やば、これ食べれるかなって思うぐらい結構辛かったんですけど、2日3日して辛さが柔らかくなりましたね。まあ、とはいえ一口食べたらもう全身の毛穴がブワッと開くくらいには辛いんですけど、なんか全体的にこう丸くなったなっていう印象ですね。で、タコ自身の水分も多分このヤンニョムでちょっと抜けて、ちょっと締まったような食感。タコって噛むとモキュッとして中から水分がジュワッと出るじゃないですか。このジュワッと出るものがもうこの全体に馴染んでるような感じ。だからもうこのヤンニョムからもほのかにタコの香りがする。で、こっち、ブリの胃袋ちゃんじゃもどき。あ、僕こっちの方が好きだな。あ、多分これ水分の差やろうな。こっちタコの水分が出てる分、良くも悪くも柔らかいというか、こう味がちょっと薄くなってる。だからお上品なイメージで、こちらブリの胃袋を一度開いてる分、あまり余分な水分が出てないんで、よりパンチのあるお味で、食感としてはチャンジャというより、あのサザエのつぼ焼き、あれのサザエの頭の部分、あそこを細かく刻んだような食感。そして辛い。で、サンチュにくるんで、あー、ビールによう合う。ただ辛い。じゃあ最後こちら、苦手な方ごめんね。エビの卵の醤油漬け、これうまいと思っちゃうね。うん、うまいね。落ち着くわ。だからやっぱいつも思いますけど、ちょっとこのボタンエビの卵って酸味がありますよね。この酸味が美味しい。で、食感としてはシシャモの卵ぐらい、飛びっこみたいにパッチンパッチン弾ける食感じゃなくて、もっともっと柔らかい。じゃあ、もみじおろし付きで。うん、あ、これはうまいわ。いや、すごい量のプリン体を感じる。てか、すごいね。あの、最初のヤンニムのベース、あそこを作った時まで、正直ね、そんなに辛いなぁと思わなかったんですよ。多分ね、この子だろうね。めちゃくちゃ辛くなったの。こちらの青唐辛子。これ初めて使ったけんな。あー、なるほどね。あ、確かに辛いわ。確かに辛いけど悶絶するほどでもないかな。まあ今汗びしゃびしゃですけど、なんかピーマンみたい、辛いピーマン。多分この子が辛さを底上げしたんでしょうね。ならばそろそろメインディッシュ、ヤンニョムセウ。じゃあ一番大ぶりなこの子、この子を豪快に。そしてこの中のたっぷりのお味噌を、あー、うめえ。あー、これはうまいわ。もうエビ自体がすごく甘い分、すごいシンクロ率で、なんでだろう、こっちに関しては辛さがちょうどいい。さっきまで結構かなと思ってたけど、やっぱエビが甘いけんなんかね。ちょっとあの食べ方汚くてごめんなさいね。でもこれが日本人のたしなみなもんで、エビの頭チューチュー。んで、この頭をパカッと開いて、この頭の中にこういったね、袋があるんですよ。これちょうどお口から直結してる部分なんですけど、これは入ってないんですけど、これあの砂袋なので、この中にね、あの持ってる子はこの中に凄まじるの砂が入ってますんで、これは食べないように。この子砂入ってるかな。あ、ほら出てきた。これを食べるとすごく不快になりますんでね。これはもうカニに関しても同じです。あ、やべ、これ止まんねえ。あー、味噌うめえ。あ、これエビの頭全部パカッと開かんともったいないわ。うんめ。すいません、ちょっと黙ります。あ、
今食べてる分ちょっとあのエビの尻尾外してみたんですよ、食べやすいように。確かに食べやすいですけど、なんかね、尻尾つけのまま盛り付けてで食べて、最後このエビの尻尾ここをブリンとやって、ここをこうチュッと食べる楽しみ、ここも同時に奪っちゃうので尻尾は取らん方がいいかな。あー最高。じゃあここで唐突の、はい、エビの頭の食べ方講座谷崎バージョン。こっちが胴体側で、胴体側から箸をブスリで、下の足側ここをクッと押さえて、このまま上の殻を上にパキパキパキで、こっちの足の方はあチューチューしてバイバイで、こっちの上の殻ここはちょっと割って、このビラビラのとこを全部集めて、これをそのまま箸でつまんで、ドゥルドゥルドゥル、あーで、最後に残るここ、ここがさっきお話ししたあの砂袋ですので、もう砂袋以外が全部きれいにトゥルンと食べれるという裏技。もし何かご機会がありましたらぜひ、多分一番スマートな気がする。で、お皿にヤンニョムが溜まってきましたら、付け合わせの大根とかそういったもので絡めとって、口に運ぶもの全部うまい。なんなら僕はここでちょっと食没。一応これにて1杯目のエビは完食ですね。んで調理中お伝えし忘れてましたが、こういったエビの柄とか、あとはエビをさばいた時に使ったまな板、包丁、ボール、その他もろもろ調理器具、あとシンクの中、そういったものはできるだけ早くその日のうちにきれいにしてくださいね。あのエビがなまるとものすごい匂い出しますんでね。で、特にまな板と包丁、これ放置しますと一瞬でダメになります。それくらいエビのエキスって結構強いんでね。僕はこの汁のことをエビ汁と呼んでますけども、あのカニも同様です。サンチュで巻いて、うん、微妙。じゃあ次エゴマで巻いて、うん、微妙。ここにね、焼いた豚肉でもあればね、まんまサムギョプサルなんですけどね、動物性の旨味が欲しいな。じゃあこっちの野菜はまた後でゆっくり食べるとして、おいしょ、はい、二皿目。でもその前にちょっと温かいお口の潤いが欲しい。体が冷えてきた。あー、うめ。じゃあまずは味を変えるという理由で、はい、カンジャンセウ。あ、これでかいな。あ、これも太い。あの、僕がずっとお話ししてた黒くなるっていうのはこういうことです。これがエビの酸化現象。もう盛り付けてたった1時間でこれですからね。空気に触れてたこちら側はちょっと黒くなっちゃってますけど、空気に触れてなかったこっち側、こちら側は綺麗なんですよね。難しいね、エビって。じゃあ一番でっかいここんとこ、うん、やっぱカンジャンセウうまいね。あああ、僕はカンジャンの方が好きだわ。やっぱね、カンジャンの方がエビ本来のものを生かしてる気がする。てかやっぱこの味のベースが醤油だからですかね。ちょっとエスニックな醤油漬けっていう感覚なんですよ、僕の中で。カンジャンってだからね、めっちゃ美味しい。
あ、やっぱとんでもなくうめえわ。なんかこうカンジャンケジャンが食べたくなってきますね、こうなるとね。あっちも美味しいけんな。うわ、これ太っ。たまんないね。じゃあね、こちらの2皿目はね、もう僕食べ方決めてるんですよ。ほっかほかのご飯、今日のは麦ご飯ですね。ここにエビをどっさどさ乗せて、あとはここにダメ押しのエビ味噌わっさー、あとは上から韓国のり振り散らかして、はい、カンジャンセウ丼、もうこれは確定で美味しいやつですね。2021年食ったものの中で一番うまい。はい、もう一杯食べれる丼。2皿目は全部もう丼にしようと思ってますんで、もう全部頭と尻尾取っちゃいましょう。ということで無事綺麗に分かれましたと。こちらが身の、こっちが味噌。はあ、いい香り。で、こっちは全部ヤンニョムセウなんですけど、またちょっとね、こっちにカンジャンセウが2匹分残ってましたんで、こっちはこっちで食べようかな。ここにタコキムチなんか乗っけちゃったりして。んじゃ、こっからはヤンニョム丼。ちょっと中心をくぼませたご飯に、はい、エビ丼。んで、真ん中にエビ味噌。んで、卵アンド、はい、海苔。はい、ここに爆誕、ヤンニョムセウ丼。あ、これご飯の上に乗っけるとめちゃくちゃ美味しいですね。もうエビ単体やったら僕はカンジャンセウと思ってましたけど、やっぱキムチとご飯が合うように、このヤンニョムセウご飯とめちゃくちゃよく合う。あー、これはうまいわ。ご飯でありながらお酒に合うね。あー、ちょっと酔っ払ってきた。あとこちらとここにある分で、あともう一杯かな。なのでここら辺からいつも通りラストスパートと参りましょうか。じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。あー、うまかったね。まあ今日はちょっとね、飲みすぎちゃったなーっていう思いは僕にもありますけど、まあご飯がね、あんま多くなかったので。でね、今回の総評としては、本場のヤンニョムセウを食べたことないですけど、今回のヤンニョムセウ、普通のお店で出てきても僕は、あ、美味しいねって多分純粋で言うと思います。でもっとだいぶ酔っ払ってきてるんで、もう食べられませんけど、こっちのね、付け合わせの大根とか、あれ、ミョウガとかラディッシュの新芽とか、こういったものがエビのエキスとかヤンニョムを吸ってめちゃくちゃ美味しくなってるんですよ。これは今日の夜食かな。でもっと食べきれんかったこっちのタコキムチもね。いやー、新年一発目から本当の美味しいご飯食べれましたね。満足。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。